今回いただくカップヌードルはこちら、カップヌードル抹茶仕立てのシーフード味、ジャパンヌードルズ。では開封です。とてもジャパンなパッケージですね。なんだこの五重の塔は。五重の塔どころかもう数重の塔ですよ。お相撲さんがいます。お、DJ してますよ。よく見、あ、これ夜間持ってますね。よく見るといろいろ凝ってますね。お、お寿司の髪飾りをつけてます。お、ドローンだ、歌舞伎ドローン、提灯ぶら下げてます。これかっこいいな。で、富士山、招き猫。お、ここにはゲームがあります。マリオですね、おそらく。ここにはおたげをする人がいますよ。そこに雷神ですね。迷彩チックなものを身につけてます。お、スニーカー履いてる。いいなこのデザイン。お、ここにはデコトラチックな車に乗った歌舞伎の人がいます。これは大名行列かもしれませんね。おお、ここには屋根のついた新幹線があります。歌舞伎新幹線でしょうか。かっちょいい。これちょっとしたアートですね。で、お、ガチャガチャがいっぱい。忍者家族ですよ。ママさんが忍者っていうね。子供も忍者、すごいな。電動チャリですよ、しかも。では実際に入っているものを見てみましょう。うんうん。お、抹茶入ってますね。あとは変わらない感じですかね。では中を開けます。リン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 、抹茶っぽい感じがしますね。ちょっと匂いを嗅いでみます。うん、ほのかに抹茶の香りがしますね。でもそんなきつくないです。あ、麺が緑色なんですね。面白い。ではここに熱湯をインです。お湯が沸いたぞ。では熱湯を入れます。ジュ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 。よし、ちょうどいい。蓋を閉めて3分待ちます。では時間が来ました。開封です。ディンディンディン。おお、ほどほどに緑って感じですね。真緑って感じではないです。ではいただきます。匂いはほぼシーフードですね。うん、味もシーフードです。安定の味ですね。でもシーフードとはちょっとなんかまろやかさが違う感じがします。ミルクが強い感じです。
抹茶の味も隠し味で効いてるのかもしれませんね。カップヌードルは麺の量もそこそこあっていいですね。スープも飲んじゃいそうです。ちょっと熱いので冷まさないと。スープ、カインです。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。